リマルドさん、サイドバックなのにうっかり10ゴール10アシストを達成してしまう。今季からレバークーゼンに加入したグリマルド、左サイドバックウィングバックとしてスタメンに定着し、ブンデスポカール EL にて現在30試合10ゴール10アシストを達成している。グリマルド今季10ゴールもしてんのか、えぐいな。グリマルドマジでバケモンよな。フリーで持ってってチームの核にしたレバークーゼンは本当にすごいわ。ベンチ変えた時からレフトサイドバックのくせにめちゃくちゃ攻撃うまいよな。本当に好き。今のサッカー界で一番好きなレフトバック、アレハンドログリマルド。なおグリマルドは28歳の苦労人、2008年15年まではバルセロナユースト B チーム、そこから22年までベンフィカ、そして今季レバークーゼンにやってきた。ちなみにアーセナルとバルセロナも狙っていたと報道されていた。ジョルディ・アルバの後継者として完璧な男よりマルコス・アロンソを選んだチャビさん。デコじゃなければグリマルドはバルサにいたんだよな。チャビはアルバ対談の条件としてグリマルド獲得を要請してたんだけどね。デコはマジで無能だと思う。どう考えても今シーズンの失敗はデコの責任が一番大きいでしょ。チャビはグリマルドとスビメンディをアキミッキーの獲得を条件にアルバとブスケツの放出を認めたのに、蓋を開けてみればアロンソ残業とロメウ獲得なんだから、特にフリーのグリマルドを渋ったデコはマジで無能だよ。そしてグリマルドはレバークーゼンのチーム内評価1位、得点王ランキング2位、アシストランキング1位と異次元の成績を収めている。フリーポンとグリマルドの両サイドバックやばいな。チーム内得点王の2位と3位がサイドバックは草。ビルツとボニフェイスばっかり言われるけど一番おかしいのってグリマルドだよね。シャビアロンソのチーム作りあってこそのレバークーゼン、昨季途中まで降格圏だったんだぞ。レバークーゼンを止める方法で全員加入とか言われてんのくさ。